庭に住む蛇でございますね。こちらは町の方からの依頼になっております。最近トカゲの蛇用が旧伯爵邸に大量発生しているそうでございます。お嬢様が退治くだされば町の方も安心でございましょう。わかった。浄化開始。蛇用が集まっているようだな。トカゲの蛇用か。片っ端から飼っていくとしよう。一緒に消化を追い出す。クルフェンネーレヴィンセン。はっ、集まれ。力を絞り出す。はっ、せい、はっ。さあ、せい、はっ、はっ。せい、はっ。吸っていいぞ。
をすする。はっ、軽量仕出し人の署名も宛先もない。とりあえず支配人に見せてみるか。お疲れ様でした。それからこれも。トカゲの邪妖が持ってたんだ。差出人の署名も宛先も不明ですね。開けちゃえ開けちゃえ。そうだぜ、ジョーちゃん。まかり間違って貴族の恋文だったら大金に化けるんだからな。あんたらね。開けましょう。あ、内容は確かめねばなりません。遺品ということもございます。その中身は片思いを読んだ詩のようですね。で、売れそうなのか。いいね。個人を特定することも難しそうです。手がかりはこの風呂の家紋だけですね。でも、そんなに溶けてちゃ家紋の形もわからないじゃない。調べてみますよ。風呂部分だけは私にお預けください。手紙はお嬢様が保管を。進展がありましたらお知らせします。わかった。
獅子の家でございますね。こちらは以前お嬢様が見つけてくださった宛先不明の手紙に関係がございまして。ローズガーデンでトカゲ退治した時のやつだね。風呂の家紋の修復からいくつか候補が絞られました。お嬢様にはそのうち一つレフラン家をこの夜のうちに内密に調べていただきたいんです。何かあるの？レフラン家は大変な資産家ですが、それゆえ複雑な事情がございまして。なるほど、教皇庁に資金援助してるわけね。レフラン家の別荘は街路区にございます。表向きこちらも別の方の所有になっております。地図に印をつけましょう。無茶はなさらないでくださいね。わかった。お呼びでございますか？それでは、良い夜を。さ、じゃあな。浄化開始。何してるの？しー、茶葉観察に決まってるでしょ。
あれ、邪妖だったのか？野良猫かと思ってた。ですよね。猫くらいなもんですよ。邪妖化しても大して変わらんのは。いや、不思議な生き物です。東洋では邪妖化した猫は尻尾が増えるそうですよ。まあ、この島の邪妖には外見特徴はないようなので、私が見極め方を伝授いたしましょう。まず魚を投げる。ほれ、魚ガツガツ食べてるな。そうか、あれが邪妖だったとは。難しいもんだな。安らぎを得ていたとでも言うのか。ノー、知的でミステリアスでちょっと危ない研究者としての私のイメージが崩れてしまう。崩れまくってるから問題ない。よし、自分を取り戻さなきゃ。
またトカゲだ。長いこと放っておかれた感じだな。また手紙か。なんだか冷えてきたな。一度戻ろう。お疲れ様でした。あのなんとか家の別荘は無人だったよ。何年も人が住んでいないみたいだった。やはりそうでございましたか。それからこれ、またトカゲの蛇用から手に入れた。確認しましょう。これはどうしたの。ご一読ください。お嬢様の意見が伺いたいのです。人間は勝手に魅了されて勝手に魂を差し出して死んでいく。あなたが望んでもいないのに。これはどう思われますか。純潔の妖魔に宛てた手紙だと思う。ここ勝手に魂を差し出してって妖魔に魅了された人間が自滅する様子だ。私も同意見です。手紙の主を早急に保護しなければこの人は確実に闇に落ちる。教皇庁に使者を立てレフラン家に探りを入れます。ああ、悲しみの宮でございますね。こちらは教皇庁からの依頼でございます。
クールブリゼ級はとある純血の妖魔のテリトリーですが、ここ数十年動きはありませんでした。ですが夜の君の復活が近づき、沈黙を守っていた宮殿の妖魔も再び動き出すやもしれません。お嬢様にはその妖魔が現在も宮殿にいるかどうかを確かめていただきたいのですが。何分相手は純血の妖魔です。青一を不用意に浴びるようくれぐれもお気をつけください。わかった。浄化開始。狩りおいで、狩りの時間だ。デイハッデイハッデイ、食事の時間だ。浄化開始。おいで、一緒に行こう。デイハッタータッ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 シアルフィエリア。大きな彫刻だ。これも降臨の仕事か。いや、
この美術館にあるほぼ全ての美術品は何者の手になるのか。永遠たる夜は何も生み出せない。フォーリンは作品を作ることで人間の意欲を暴いていたのかもしれない。そうか、そうだったのかもしれないね。ミキサー！デース！デース！
明け詰め。その程度振っていいぞ。まだこれからだぞ。でパンタ弱い。まだこれからだぞ。見てくれよ、ジョージャン。彫刻も絵画も超ド級の一級品。ここは宝の山、泥棒の夢の楽園。特に奥にある聖女と騎士の石像は怪しい魅力に満ち満ちて、見る者に悶々と横島な妄想を抱く。コーリンさんをそんな目で見るな、このド変態。あっ、って何？そうだ、お宝盗みに来てたんだったな。そうだよな、ジョーちゃん。うるさい、出て行け、この変態。まったく、世話も焼ける。
お呼びでご。それでは、良い夜を。さあ。おう、嬢ちゃん。商人をどこかに派遣する。これでいいんだな。じゃあな。浄化開始。おいで、狩りの時間だ。テイ、頑張れ。テイ、ハンターアーク、テイ、サンパ、テイ、フ、ザー、テイ、フ、テイ、サン、トレ、ハッ、テイ、ハンターアーク、甘い。血を吸うんだ。テイ！集合！テイ！全然削れろ！食事の時間だ。教授？何してるの？ああ、アーダスさん！ここ、純血の妖魔のテリトリーなんですね。いやっはっはっは！紛れ込んじゃいました。何してるんだよ、もう。今逃がしてやるから。ほら、こっち。
世話の焼ける。何してるの？しー、邪妖観察に決まってるでしょ。あれは彫像型邪妖ですよ。人の手により作られた作品が青い血によって邪妖になったものです。芸術はからきしですが、芸術家が絵や彫刻に魂を込めてしまうのはなんとなくわかる気がします。作り手は見たかったのでしょうな、生き生きと動き回る作品たちを。教授が芸術について話すなんてね。ロイドさんとは趣味が合いませんがね。彼の関心は換金性、いかに高額で売るかだ。でも私はただ情熱を評価します。昔の学術書が著者の心を伴って語りかけてくるような時があります。そんな情熱的な研究を私もしたいんですよ。
教授ってさ。はい。生きてる人間嫌いそうだよね。ううん、なんでもない。ハンターヨルバンデイ
食事の時間へ。ハンターで、ほっ、ハン。ようこそ。私の名はミストラル。見ての通り純潔の妖魔の一人。教皇庁の哀れな操り人間さ。あなたお名前は？私はアーナス。アーナス、悪くない名前ね。お顔も可愛らしいこと。まだこんな人形を送り込んでくるなんて、教皇庁も諦めが悪いのね。そんなに純潔の妖魔を倒したいのかしら。私の首を掲げて人類の勝利宣言をしたいのでしょう。おやりになればよろしいわ。ただし手加減できないけれど。してやる。そう、シンヨルドの真の力をその身で味わえ。デイハッデイハッ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 Hop! Go! Go!
首を落とすがいいわ。銀の弾丸も十字架も試しなさい。純潔の妖魔の不死性をたっぷり味合わせてあげる。今度は何人狂うかしらね。誤解しないで、私、あなたと戦うつもりはないわ。あなたがこの宮殿にいるかどうか、それを確認しに来ただけだよ。え？さっき純潔の妖魔の不死性を試されたって言ってたけど、どんなことをされたの？それは話さないでおきましょう。あなたたちのために。私たち、勘違いの終わりに、この部屋の中で欲しいものを一つ差し上げましょう。
ありがとう。邪教の歴史大戦。本というものは面白いわね。その著者も嘘ばかり書かされているわよ。でもそこから透けて見える真実がある。それを見つけるのが面白いの。その本が気に入ったの。やめておくよ。あなたの愛読書みたいだもの。勘違いのお詫びに、この部屋の中で欲しいものを一つ差し上げましょう。驚いた。これ、妖怪じゃないんだ。旧伯爵邸でトカゲたちに積んできてもらっているの。人が育てたものは好きよ。それでローズガーデンにトカゲが大量発生してたのか。私たち妖魔は産むことも育てることもできないから、人の手によるものに惹かれるようだわ。その花が気に入ったの？やめておくよ。あなたのお気に入りみたいだもの。勘違いのお詫びに、この部屋の中で欲しいものを一つ差し上げましょう。これは…そう、魂よ。妖魔に魅了された人間はその魂を闇に落とし、その輝きは常世の国を照らす星になる。こうして香水瓶に閉じ込めておけば、魂の腐敗する香りも楽しめるでしょう。その魂が気に入ったの？やめておくよ。忘れるところだった。相手は純血の妖魔なんだもんな。勘違いのお詫びに、この部屋の中で欲しいものを一つ差し上げましょう。これは…トカゲたちが拾ってきたの。間違いない。宛先不明の便箋と同じ筆跡だ。この手紙の人に心当たりは？どこかで姿を見られたとか。ここにこもって、もうだいぶ経つのよ。ここ数十年、人前に姿を見せたことはないのだけれど。この手紙、預かっていい？教皇庁が手紙の主を絞り込んでる。手紙の人を保護できるかもしれない。ええ、お任せするわ。それと、あれはあなたが持ち込んだの？いつの間に？なるほど、そういうこと。
何か言った？いいえ、それよりそろそろお帰りになって。出ないとあなたを手放すのが惜しくなりそう。もしかしてあなたも私と同じ気持ちなのかしら。この宮殿の住人になってもよろしくてよ。あ、うん、お茶ごちそうさま。何かわかったら伝えるよ。あら、残念だ。では、ごきげんよう。今度の騎士は今までとは違う。教皇長も随分と様変わりした様子だ。私が休んでいる間、闇は深まり、月は満ちた。今度こそ本当に夜が戻るのかもしれない。ああ、夜の君、あなた様の大いなる魂はいずこをさまよっておいでなのでしょう。どうかご無事で、私どもは永遠にあなた様のお戻りをお待ちしております。お疲れ様でした。ただいま。ミストラルはなんとか級にいたよ。割と友好的だった。それとこれ、ミストラルのトカゲが拾ってきたらしい。間違いないですね。これはクルエル獅子の家紋です。お、名門レフラン家のスキャンダルか。彼の匂いがプンプンするな。開けちゃい開けちゃい。あんたらね、ご一読ください。お嬢様の意見が伺いたいのです。私のこの心を取り出してあなたに見せることができたら、あなたはきっとまた微笑んでくれるはず。手紙の人が心配だ。もうとっくに闇に落ちてるかもしれない。私も同感でございます。支配人、そのなんとか機については何か分かったの？それが全く目ぼしい情報がつかめておりません。不自然なほどに。こ
肝心な時に当てにならないんだから。ここは俺様の出番かな。妖魔に魅了された魂の末路は私の研究分野ですが、何か名門貴族のスキャンダルは俺の得意分野だが、やるってのか。はいはいはい、落ち着いて。で、支配人、どっちが役に立ちそう？ロイドさん、デフラン家の状況を調べてください。へへ、悪いな先生。悔しくなんかないやい。支配人、紅茶の砂糖おかわり。
さあ。これでいいんだな。取引成立だ。じゃあな、ジョーちゃん。謎の微笑みでございますね。こちらは例の宛先不明の手紙に関係がございまして。進展があったんだね。ロイドさん、レフランクについてバッチリ調べてやったぜ。レフランクは子供に恵まれず3人の孤児を養子として引き取ったが、遺産相続で揉めに揉めてね。遺言では一番下の20歳の青年が全遺産を相続することになっていて、筆跡鑑定ではこの青年がズバリ。手紙の人なんだね。それでその人はどこに？とっくに殺されてるんじゃないですか。まあそんなところだ。1年前から行方不明さ。教皇庁からも資料が届きました。ミストラルの最後の目撃情報です。ミストラルはここ数十年宮殿にこもりきりでしたが、20年前宮殿以外の場所にて目撃情報がありました。計算合わないことこの上ないですな。その20歳の青年が20年前にミストラルと出会ったとしておいくつですか？生まれていたとしてもまだ赤ちゃんよね。いや、恋に年齢は関係ないさ。俺が札束にセクシーさを感じたのは3歳の時だ。バカは黙ってろ。赤ちゃんの頃から問題児だったんですね。でもどういうことだ？ミストラルと会ってないってこと？
ですから謎の微笑みなのでございますが、若き青年は誰の笑顔を見たのでしょうね。お嬢様、改めてその場所を調査していただけませんか。時間はだいぶ経っていますが、目撃者は人間だけとは限りませんよね。邪妖にでも聞けって言うの？いいよ、行ってくるさ。お呼びでござい。それでは。およ。それ。浄化開始。この感じ、何かいる。
吸うんだ。ミストラルトカゲたちだな。よし、お前たち20年前ここにご主人様が来ただろう。その時何があったのか教えてくれないか。どこで道を間違ってしまったのか。今となっては私の死を望むものばかり。あなたの微笑みだけが本物でした。あなたにいただいた命です。誰にも汚されたくはありません。魂だけでもあなたのもとへ。こんなに血が滲んで、この手紙を最後に。くそ。ミストラルの宮殿だ。私が地上に来たのは夜の君の魂を探すためでした。あの頃は島中をさまよい歩きましたわ。でも夜が教皇庁の管理下にあると知ってこの宮殿にこもったのです。宮殿を出たのは一度きり。何者かの魂の叫びに誘われて外に。それが今から20年前のことなんだね。ええ、でもそこにあったのは若い女の死体だけ。きっと邪妖に襲われたのでしょう。立ち去ろうとしましたが何かが引っかかって。そうしてしばらく死体を眺めて気づいたのです。死体の中に別の魂があると。
死体の腹をこの爪で切り開いて私自ら取り出したのです、あの赤ちゃんを。あんなにもか弱く小さな人間を私は初めて目にしました。風にも消えそうな儚い命の灯火、それなのになんと盛大に泣き叫ぶことか。あれは保護を求める魂の叫びでした。それなのにあの子は幸せではなかったのですね。死を願う者ばかりに囲まれて自ら死を選ぶなんて、手放さなければよかった。あの子の魂は私を、私だけを呼んでいたのに。ミストラル、あの子の心臓を食べたトカゲがきっとあの子の魂を宿していることでしょう。見つけたらもう二度と手放さないわ。うん、あなたなら優しいお母さんになれそうだもの。ありがとう。お疲れ様でした。なんとか家の青年は相続問題を苦に自ら命を絶ってた。でもミストラルが魂を探すって、彼女20年前にまだ赤ん坊だった青年を救ったらしい。笑顔はその時見せたんだろうね。そうでございましたか。妖魔の母性に救われた子、人間の欲が殺しにかかるとは皮肉ですな。後味が悪いぜ。でもその人は魂だけになってやっと自由になったのよ。テスはそう思うんだ。だって生まれなんて選べないもの。その人の魂が望む場所に行けるといいわね。うん、そうだね。本当にそうだね。
旧市街地の蛇用調査でございますね。こちらは町の方からの依頼になっております。最近あの近辺で蛇用の動きが活発になっているそうでございます。住宅地にも近く見過ごせません。お嬢様が退治くだされば町の方も安心でございましょう。わかった。この寄り代でいいの？さあ。これでいいんだな。取引成立だ。これでいいんだな。取引成立。これでいいんだな。取引す。じゃあな。お呼びでございます。
浄化。一緒に行こう。さあ踊ろうか。テイテイハンター、砕けつけ。はっテイハンター、捕まえた。テイハンター、砕けつけ。テイハンター、テイハンター、飛べ。フッ、血を吸うんだ。飛べ。見切った。吸っていいぞ。貫く。貫く。
ミストラルに魅了され、自然と寄り集まってできた貢ぎ物だからな。彼女のイメージになっていて当然だ。しかしこの地上の自然相手に常世界と同等の館をせしめるとは、彼女やはり偉大な妖魔だな。家が立派とか妖魔も気にするの？妖魔の剣も妖魔の礼服も妖魔の館も妖魔の装いは全てその妖力に根ざす。装いが強さだからな、気にするさ。そろそろ消える。彼女の機嫌を損ねたくない。ではな。装いが強さか。お呼びでご。それで。お呼びで。それでは良い夜を。